ハローフーパーズ TV ご覧の皆様方、マムシでございます。来たる6月18日土曜日アットディーファ有明、僕らのバスケットボールフーパーズの第2戦まもなくでございます。そしてこの第2戦に用意されたスペシャルマッチ、スーパーファイト、フーパーズが誇るボーラーズ対プロフェッショナルのバスケットボールアスリートのガチンコ勝負、注目でございます。そして今回なんとそのスーパーファイト出場のプロフェッショナルバスケットボールアスリートのマイメン阿部ちゃんとスカイプがつながっておりますので、ちょっとインタビューをしてみたいと思います。ハロー阿部ちゃん、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。お願いします。阿部ちゃん、今はつまり北海道にいるっていうことでいいんだよね？そうですね、これ北海道ですね。ああ、いいですね。ちょっとスカイプで少しお話聞かせてください。じゃあそんな阿部ちゃんの登場で、阿部ちゃんはだってもう学生からもうバンバントップキャリアで、で今はプロフェッショナルのアスリートとして活躍してるわけで、今はオフだもんね、阿部ちゃん。オフですね。オフシーズン、はい、オフシーズンはどういう風に過ごしてるの？そうですね、オフシーズン結構まあオフで遊んでたり、まあ本当に旅行行ってたりしてたんで、ちょっと体なまってるんで、うんうんうん、フーパーズに向けてちょっとがっちりトレーニングしてます、ね、あ、なるほど、今調整中な感じなんだ。なるほどね。あと阿部ちゃんが今プレーしてるそのプロの例えば JBL っていうプレイグラウンドの話をちょっとだけ聞いてみたいんだけどさ、阿部ちゃんから見て JBL って今どんな感じ？いい感じ？いやもうレベルはすごい、日本人のレベルはすごく高いんで。あ、高い、やっぱりやりがいがあるというか、すごく、まあ、1対1してでも本当にすごい人はいっぱいいるんで、もうやっつけてやりたいっていう気持ちで、ね、いっぱいですね。なるほど、今すごいやっぱ高いレベルのバスケットボール JBL プレーしてる。そうですね、やっぱり、まあ、本当に細かいバスケットもすごくするんですけど、やっぱり1対1強い選手が多いんで、おーすごく面白いですね。なるほどね、ちょっとその辺もどんどん紹介してほしいね、で今回そう、阿部ちゃんも今言ってくれたけど、その僕らのやってるちょっとねアバンギャルドなバスケットボール、フーパーズでございます。今こんなフライヤーが阿部ちゃんの大好きな渋谷原宿にもたくさん投下されておりますんで、いや暑いですね、街が注目してますよ。まあまあ、フーパーズだったら、あとこのフーパーズの前身だったあのレジェンドっていうリーグの方に阿部ちゃん一回そのスーパーファイトっていう形でゲストで前一回出てもらったじゃん、はい、いわゆるああいうねクラブハウスで 3-on-3 のスタイルでっていう個人のバトルでみたいなのって、ちなみに前回ああいう形で阿部ちゃん出てきてもらった時、感想ってどうだった？終わってみて。いやもう自分的にはもうすごく面白かったですね。ああいう雰囲気と、まあ、本当にまあ、3対3でその人数が少ない中でやっぱ1対1やるっていうのは、まあ本当に自分の場所というか自分の持ち味を出せれるんで、すごく楽しんで、まあすごく自分も好きな雰囲気なんで、すごく楽しめていましたね。おお、まあ、いわゆる俺らも好きなんだけど、ストリートボールっていうやつ、阿部ちゃんも結構好きな人なんだっけ？いや大好きです。大好き。あれ、ワンノーワン大好物な人？大好物ですね。やばいね。じゃあ阿部ちゃんこっちサイドの人ですね、これは。そうで結構さ、あのツイッターとかでもさ、阿部ちゃんフーパーズとかでやりたいやりたいって言ってくれてたじゃん。はい、やっぱそれはね、プロのシーズン中はプロの、ね、JBA でプレーして、オフとかは割とそういう風にストリートとかそういう自由な現場でプレーしたいっていう風に思ってるのかな。そうですね、まあ、本当に自由な、まあ、自分的にはストリートでやるとやっぱり自分の持ち味を出せることが本当にできるんで、再確認というか、JBL でもこれでやるんだぞっていう再確認をいつもなんかやれるという。あ、じゃあすげえ阿部ちゃんにとってもそのオフシーズンのストリートのプレーはいい装置でもあるんだ。そうですね。あ、それはいいね。で今回さ、まあ、阿部ちゃんが一緒に組むあのプロ選手、青木浩平選手とあと鈴木の正明、はい、俺はカツオって呼んでるんだけど、この2人って阿部ちゃん、まあ、面識あったりなかったりとかだったのかな？自分はありますね、2人とも。2人ともある。あ、カツオもあるし。おお、2人とも。阿部ちゃんはどんな印象？青木浩平選手とあとカツオと。そうですね、青木さんに関しては、まあ、特に言うことはないぐらい多分皆さんも知ってるし、自分から見ても本当にすごい選手なんで、いやもうそこはもう一緒にやれるだけですごく楽しみというか。あ、
結構阿部ちゃんじゃリスペク入ってる感じなんだね、浩平さんに。入ってますね。あ、いいね。じゃあカツオ、もちろん。カツオは年は阿部ちゃんの方が上？そうですね、カツオは下ですね。あ、なるほどなるほど。けど大学で、まあ関東の大学、自分大と向こうは選手でやってたので、まあ試合もやってるし、まあ、同じ一部でずっとやってたんで、まあプレーも知ってますし、なかなかイケイケな感じで、ね、あ、なるほどね。何気にこの3人同士でも阿部ちゃんも含めたプロ3人が誰が一番ロックするんだっていう戦いもあったりするから、ね、いやそれももちろんです ね、 ねえ、そういった意味でも3人とも強敵だし、あとはその対戦相手の、まあ、フーパーズの、まあ、言うたらもう街のバスケ野郎どもたちですけど、まあ、あの俺ら的にフーパーズ的に今一番ワンノーワンがイケてるやつらを3人揃えてみたんで、まあ、知ってるかどうか分かんないけど千尋、デラ、草原っていう3人なんだけど、その3人って阿部ちゃんとか知ってます。あ、知ってる。ああプレーとかって見たことあったりするの？あ、見たことあります。あ、本当に。どういう印象ですか、彼ら3人。そうですね、まあ、千尋さんに関してはもう本当にがっつり1対1でかましてくる人なんで、ちょっと対戦してみて、対戦するのがすごく楽しみというか。あ、なるほどね。そうですね、もうデラさんとかもすごく、うん、ドリブルも上手いし、うん、ああスピードも結構あるんで、その宗家さんと二人はすごくあんまり対戦したことはないんで、うんうん、ちょっと対戦するのはすごく楽しみです。なるほどね。もう多分やつら三人はもう阿部ちゃんとかに食ってかかりに行くと思うけどさ、乗っかってくれる？その勝負に。いや、かかってこいって感じです。さすが。しかも特にあの千尋ってやつは、あの阿部ちゃんのゲームとかもしっかりチケット買って見に行ったりしてる、すげえチェキってて。あ、本当ですか。あの本当にあいつ曰く自分のワンノーワン人生を阿部ちゃんにかけるって言ってたから。通用するのかってやつは人生かけるっぽいよ、阿部ちゃんとの勝負。ちょっとプロとして迎え打ってあげてください。自分が本当にがっつり、うん、かけを、うんうん、まあ本当に自分勝たないといけないですね。うんうん、全にそうだね。実は前回そのレジェンドの時のゲーム、阿部ちゃん出てきてもらった時は、まあ、ゲームの勝敗だけで言ったら、ね、ゲームは落としたからね、はい、あの時ね。やっぱ悔しいっていうか、かなり気持ち的にはまずいっていう感じだったの？そうですね、やっぱり勝たないといけなかったんで、もう今回はリベンジって形ですね。場所は違えど、ストリート。なるほどね。気合入ってますよ。まあ、ちょっとここでプチ情報的に言うと、その前回 の、 あのレジェンドの時のゲームの時に阿部ちゃんとマッチアップしたあのアツシ、アッツン、はい、アツシと話してて、はい、阿部ちゃんどうでしたって言ったら、アツシはもうつきたくないって言ってた。もう次ついたらああいう風にはできないって。あの時は初回でうまくいったけどみたいな、実はそんなこぼれ話もあったり。だから今回のゲーム、いや本当は阿部ちゃんもう一回やってるから、もう次のステージに行ってると思うんだよね、本当にプレーが、ね、うん、まあこの前は初めてで、まあ、雰囲気は好きなんですけど、ちょっと慣れない部分もあった、うん、次は本当にがっちりやるためにもう存分に楽しんでいってください。はい、あとはちょっとこのゲームに注目してる、まあ、フーパーズのファンおよび阿部ちゃんのファンとか JBL とかのファン、みんなファンに向けて、ちょっとこういうプレーを俺はこのフーパーズのゲームで見せるよっていうちょっとコメントを最後もらえたらいいなと思うんで、阿部ちゃんお願いしていいですか。どんなプレーを見せてくれる、阿部ちゃん。そうですね、もう今回、うん、まあ、自分がっつりやって、で最近自分好きなデリック・ローズが大好きなんで、和製デリック・ローズってちょっとなんか呼ばれてるのは調子乗ってるわけだ。はい、ツイッターで話題になってます。そうですね、いやもう本当にそれぐらいのプレーを見せてやろうかなっていう。うん、ああ本当に1対1がっつりパワーでもスピードでも見せるような、うん、お1対1をちょっと見せたいなって思ってます。ちょっとプロのワンノーワンスペシャリストのどれだけのもんか期待したいんで、よろしくお願いします、阿部ちゃん。JBL 代表なんで、うん、お言ってくれたぜ、ありがとう。ナイスです、もちろんです、期待してます阿部ちゃん。じゃあ6月18日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。また現場で会いましょう。 Thank you。